きました。ほぼ揃いました。まずはうちで1番グランデスパル、ポーンと見出して1馬身半のリードを取ります。2番手には4番のペルーザ、そこから11番、アマモベストプレイスの2頭をかわして花に立ちました。2番手が1番グランデスパル、3コーナーカーブ、3馬身その4番手ペルーザ、2馬身半差、4番手に5番のアドマイヤフライをつけました。2馬身差7番バンツーム5番手です。3馬身離れて3番エントレピット、内から2番のサイモン・トルナーレ、ちょっと止めには9番ボビール、そのうちに6番ワールドレーブ、2馬身差10番キラノクディープ、最後方が8番カンタベリーナイト。第4コーナーをカーブ正面3度前へと出てきました。バナに勝ったのは11番カマのベストプレイス、の外からじわっと4番のペルーサが差を詰めていきます。並んでいきました。前2頭です。さあペルーサがかわして先頭変わりました。4番ペルーサが行きます。リードを1馬身2馬身と広げました。2番手11番カマもベストプレイ、3馬身離れて1番のグランデスバル、3番手その後にじわっと並んでいく5番アドマイヤフライト、3馬身差7番バッツーム、5番手1コーナーを回っていきます。4番ペルーサ花に勝ちました。後続に3馬身から4馬身のリード、2番手に11番カモのベストプレイ、1馬身差3番手5番のアドマイヤフライト、1馬身内から4番手1番グランデスバル、1馬身その5番手7番バンツーム、その後は4馬身5馬身離れて3番のイントレピッド、2コーナーからこれから向こう正面、内2番のサイモントルナーレ並んでいます。2頭の後ろは1馬身半差9番モビール、1馬身後ろ6番ワールドレーブ、1馬身その10番のキラボクディーブ、後方2番手最後方1馬身差8番カンタベリーナイト。向こう正面の中間を通過、2周目へと入っていきますが、先頭4番ペルーサリードを2馬身取って3コーナーに入ります。2番手には11番カモベストプレイ、残り800を通過、2馬身差5番のアドマイヤフライト、3番手から2番手に接近、半馬身内は1番のグランデスバル、少々2馬身差7番バンツーム、ペースが上がります。3、4コーナー中間へ残り600を切って、先頭4番ペルーサ1馬身のリード、2番手には11番カモベストプレイ、その後半馬身差を詰めて5番アドマイヤフライト、2番手の外に迫っていきます。3馬身離れて4番7番バンツーム、その外から6番のワールドレールの進出。第4コーナーをカーブ直線コースに入りました。4番ペルーサ先頭です。その外からアドマイヤフライト、間から11番カマモベストプレイ、前3頭その外目から200を切って6番のワールドレールが差を詰める。さあペルーサ粘る粘る、その外から11番のカマモベストプレイ、さらに外から6番のワールドレールが3番から前の2頭を追ってくる。4番ペルーサゴールイン、押し切りました。ガッツポーズが出ました。圧勝のクリストフルメール騎手。